京丹波町は京都府の中部に位置し、府内群に属する町。古来より京都と山陰を結ぶ山陰道及び、綾部街道へ抜ける街道沿いに宿場町が栄えた。京都府の中央部にあたり、丹波高地に囲まれた旧山町を中心部に住宅等がまとまり、現在でも京都縦貫自動車道や山陰本線、国道9号、国道27号、 国道173号などが交わる交通の要所でもある。現在は食のブランド化に力を入れており、大黒本しめじ、畑しめじ、京丹波ポーク、丹波地鶏、丹波牛などの生産地である。福知山盆地と亀岡盆地の中間にある。丹波地方の中央部、丹波高地を控え、旧丹波町の南部が、淀川水系と由良川水系の分水界となっている。 京都大学大学院農学研究科付属牧場、主な産業は農業と林業であり、農業は葡萄、稲作、酪農が中心である。特産物としては丹波松茸、丹波黒豆、丹波栗、丹波牛、京丹波ポーク、丹波ワインなどがある。農業うち酪農業は、町内農業生産額の50%以上を占める重要産業である。 下山地区に鳥淵牧場などがある。京丹波町には姉妹都市が国外に1件、有効町が国内に2件ある2005年と2010年の国勢調査における人口増減は6.85%減の15,736人だった。増減率は、深26市町村中21位、36行政区域中31位。 大学校、専修学校、高等学校、中学校、小学校その他の教育機関は地駅道の駅はなお、旧水穂町及び旧丹波町南部には、鉄道駅がない。一部の地域住民にとっては、京都市方面へのアクセスには、南丹市にある、その部駅を利用した方が便利である。高規格幹線道路、一般国道主要地方道一般不動。ありがとうございます。